はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日はパリ講和会議とベルサイユ条約の違いって何っていうことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。パリ講和会議は第一次世界大戦の戦後処理のために開かれた会議になります。ベルサイユ条約はパリ講和会議の結果、ドイツと連合国、三国協商側と、結ばれた条約になります。それでは具体的に見ていきたいと思います。はい、今回やっていく2つのものについては第一次世界大戦の後に行われたものになります。第一次世界大戦とはなんですけど、これはイギリス、フランス、ロシアの三国協商っていうのに対してドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟が戦った三国協商と三国同盟との戦いになっていきます。日本も日米同盟をもとにして三国協商側ですね、イギリス、フランス、ロシア側について、戦った結果、三国協商側が、勝利することになります。はい、そしてその戦争が終わりましたよってなった時にその後の処理ですね、戦争に負けたドイツからどれぐらいの賠償金を取るかとか、戦争に負けたオーストリアから植民地をどれだけ奪い取るかとか、領土をどれだけ奪うかっていうのを話し合われたのが、戦勝国であるフランスのパリで行われたパリ講和会議になります。はい、ここで話し合いが行われていったんですけど、いろんな国が話し合いをしていく中で5つの国が中心となりました。それが戦勝国も含めてイギリス、フランス、アメリカ、イタリア、日本の5大国でした。ついにここで日本は戦勝国側に入って、5大国の一員になります。あれ、三国協商側のロシアはっていうことなんですけど、この時ロシアは、ロシア革命によって社会主義国家になっているので、ここの、戦勝国の資本主義側には入っていないことになります。この5大国で話し合いが行われて、この後ドイツどうすっかなとか、あのドイツが持ってた植民地誰のものにするとかっていう会議が、話し合われます。はい、その結果敗戦国である、敗戦国の中心であったドイツと結ばれることになった条約がベルサイユ条約になります。これは大きく分けて2つあります。1つ目は国際連盟を設置することになります。これはアメリカが言い出しっぺになった話になります。こんなに大きな戦争が起こっちゃったんだから、もう二度とこんなことがないように世界平和を守るような組織を作りましょう、世界全体で平和を守っていく組織を作りましょうっていうことを言います。言い出しっぺのアメリカは結局国内で反対されて入ることはなかったんですけど、ここで世界初めて世界で協力して平和を守っていこうっていう組織が作られるようになります。で、大事なところは本部がスイスのジュネーブっていうところにあったよっていうところを、覚えておくといいかなと思います。はい、そして、2つ目ですね、ドイツ厳しい制裁を行うことになります。これに関してはイギリスとフランスがめちゃくちゃ強く願ったそうです。っていうのもイギリスとフランスは直接、ドイツとかと、接しているので多くの被害があった。アメリカとしてはこれ以上ドイツを厳しい目に合わせると、ドイツが、苦しい苦しい苦しいバーンって爆発してもう一回戦争になっちゃうからやめようよっていうふうに言ったんですけど、どうしてもイギリス、フランスは強い制裁をあいつらに与えたいっていうことでドイツへの厳しい賠償金、そして植民地は全て没収、領土の一部とかその時ドイツが工業地帯で発展していた場所を取り上げるっていう、かなりドイツにとっては厳しい制裁を行われるようになります。この2つが、主に、ベルサイユ条約、もちろんまだ他にも条文あるんですけど、主に言うとこの2つになっていきます。はい、このベルサイユ条約、特に2番によってドイツはこの後めちゃくちゃ苦しんで、後にファシズム、ヒトラーっていうのが出てきたりとかして第二次世界大戦へつながっていくことになります。ちなみになんですけど、この時ベルサイユ条約の中で日本がドイツの植民地を手に入れるっていうことになったんですよ。っていうのもドイツは、実は、アジアにも植民地持ってたんですね。中国と太平洋側に持っていたんですけど、それを日本は手に入れることになります。しかしこれによって、中国進出、日本の中国進出を望まないアメリカとちょっとずつ亀裂が走っていくことになっていきます。はい、というわけで今日はパリ講和会議とベルサイユ条約の違いって何ってことについてやっていきました。
パリ講和会議っていうのは、戦争にか、第一次世界大戦に勝った、イギリス、フランスっていうのを中心として、この後ドイツどうしていくっていう風な会議をパリ講和会議というふうに言います。その中でドイツに対してこうするぞって決定したのがベルサイユ条約になります。一つ目が国際連盟を設置すること、そして二つ目はドイツへ厳しい制裁を行うこと。このベルサイユ条約によって後のドイツの運命を大きく決定づけていくことになっていきます。